ドホー、どうもベトナム住みます芸人 W 出身すけです。ベトナム住みます芸人と言いながら実は今盛岡に一時帰国しております。でどうやってホーチミン最新不動産情報をお伝えするのという疑問のあなた、そうです、最新の真の最新の不動産物件紹介の仕方があるんです。それがズームでの案内。僕は盛岡にいながらホーチミンの N アセットの杉本さんに紹介してもらうことができるんです。そうですよね、ズームの杉本さん。はい、あー、いや私ホーチミンの日光サイゴンにやってきております。あ、こうやってね、ズームでつないで家を見に行くことができるという。その通りです、便利になりました。遠隔で不動産投資もできるし、借りるのも決めることもできるじゃないですか、はい、おっしゃる通りです。今日紹介していただくところはどこでしょうか。ホーチミン地区の日光サイゴンホテル、はい、サービスアパートメントの部屋をご紹介します。なるほど、サービスアパートメントもあるんですね。ホテルとして運営されているお部屋もある一方で、はい、サービスアパートメント当時契約で契約が可能なお部屋もございます。今回紹介するお部屋はどういったお部屋でしょうか。1年契約が可能なお部屋でして、1ベッドルームから3ベッドルームまでございます。かなり豊富に揃えてるわけですね、はい、このホテル日光サイゴンでどういった場所に、エリア的にどんな場所でしょうか。ホーチミンの、区でいうと1区になるんですが、中心地のそのレタントンだったりとか、はい、っていうエリアからはちょっと離れまして西側の方になります。タクシーだと何分ぐらいとか分かります。タクシーだと10分から15分ほどです。なるほど、分かりました。もう僕はね、はい、あのイベントとかでもホテル日光サイゴン行かせていただいておりますが、かなりのクオリティの高いねホテルなので、もうすごいですからね、はい、いや楽しみです、はい、行ってみましょう。よろしくお願いします。外観でございます。うおー、高級ホテルですね。5つ星ですからね。その通りです。日光サイゴンさんはね、はい、もうこの近くにも、まあ、カフェもあります、スーパーもありますしね、はいはい、隣接してる施設がありますもんね。そうですね、隣接してショッピングモールがございまして、うん、コンビニでは GS25 が入っています。すげー、マジですげー。天井がものすごい広いです。広いっすよ、もうだってこれを家として使うことができるって、はい、ラグジュアリーな感じしますね。こちらラウンジになってます。今ちょっとコロナの影響でですね、営業をストップさせていますけれども、うん、以前私ここに実は宿泊したことがありまして、はい、ここでお酒とご飯を食べさせてもらいましたけれども、非常におしゃれでした。おしゃれでね、いいですよね、はい、雰囲気が、はい、運営側の方にも、はい、日本人が、常駐しております。じゃあもう安心安全ですね。お部屋に入りまして、広っ、82平米の1ベッドルームです、はい、ちょっと待って、僕今の時点で家賃当てたらタダで借りれるのコーナーにワクワクしてるんですよ今。玄関入って左側からキッチンです、はい、なるほど、はい、1ベッドルームのまあキッチンで広いですね。はい、おなじみ電子レンジやオーブン、コンロ、換気扇ですね、うん、うわでかー、換気扇がしっかりしてる。いやこれね、リビングとつながってたりすると結構ね吸い込んでくれなかったりするから、やっぱしっかりしてるね、はい、換気扇欲しいですもんね。非常に何ですかね、そうそう、見た目もかっこいいですね。うん、いやーなんかおしゃれな感じですね。サービスアパートメントですので、はい、調理器具なんかもすでに用意されています。こちらに見えるのが包丁ですね、はい、種類の豊富な包丁が確かにマジで料理人張りの多さですね。でシンクも広いですね。シンクですね、はい、はい、広いです。これ収納とかどんな感じなんですか。まず冷蔵庫側です、グラスやお皿というものがすでにご用意されています。結構めちゃくちゃ多いグラスカップが他のね友達とかが来てもそれもケアしますよみたいな。皿とかもじゃあ結構揃ってる感じですか。奥側で見づらいですが、なるほどなるほど、非常に奥、あーすごいすごいすごい、奥行きも非常に長いですね。このねリモート不動産紹介もめっちゃいいっすね。今目線がすごい寄ったもん皿に。下側です。あーはいはい、鍋もねちゃんとフライパンもありますし、コンロ側の収納を開いていますね、はい、あーもう箸とかスプーンとかもね、はい、フォークとかナイフとか揃えるのめんどくさいっていうことが多いので、はい、うん、最初からついてると非常に便利です。便利ですね、高級感出てる。うわ出た、ノーハンドオープントラッシュ、これもいいんだよな、生ゴミとかねパッと捨てられるっていう、はい、右側行きましてケトルと炊飯器
がございます。もう、はい、本当にね、バッグリュック一つで入ってきてすぐに仕事できる。あ、もう広いですね、はい、リビングがね。広いリビングです。テーブルもでかくないですか、ワンベッドルームにしては。テーブル大きいですねめっちゃでかっ。友人を呼んでも十分なスペースです。テレビキャビネット、テレビがございますね、はい、テレビ台が非常に幅が広くて荷物なんかも置けるようになってます。なるほどな。テーブルもあって、はい、あ、これホテルのサービスアパートメントスタイルだから電話がホテルとつながるんですよね、はい、そうですね、受付につながる電話とルームサービス。ルームサービスって、まあ、言ったらご飯とかも注文できたりするんですか。そうですね。めっちゃすごい。コロナ禍の時ね、結構大変だったじゃないですか、ベトナムの方は。コロナ期間中は、はい、もちろんそのお店の部分での飲食っていうのはできなかったんですけれども、うん、はい、ルームサービスというのは継続していただきました。あ、こういうのもね、安心ですね。こちらがリビングテーブルとソファーです。なるほど。ちょっとリモートでね、すみません、測れます？できるかな、リモートで。難しいと思いますね。ただ、大きいです。僕、こっちに寄るんで、はい、ソファー、カメラの左側に寄ってください。そうすることによって、僕と杉本さんは並んでる状態になる。なりますか？なってますよ、並んでる状態になってる。いや、だけど、ほら、もう杉本さんはもう諦めて立ってるよ。座り心地は非常にいいですね。座り心地いいですか？はい、最高最高出ましたわ。カーテンを開けて外の景色を見てみましょうか。あ、はい、あ、いいですね。目の前には建物がないような状態ですね。だから見渡せるという、はいはい、あっちの奥に見えるのはビテクスコタワーが目の前に見えますね。なるほど。ということは、はい、まあ、花火とか上がった時も見れますね、ここからだったらね。そうですね、夜景が普段綺麗だと思います。なるほど。さらに奥にランドマーク81も見えます。おお、じゃあもう2箇所見えるじゃないですか。花火ね全部見えます。2個から上がるじゃないですか、年末年始とか、はい、テト期間か、はい、テトとかね。バイクの音がうるさかったりするんじゃない。その音はね、ちょっと捉えられてないんで僕。日光サイゴンホテルさん、ご存知の通り大通りに面していますけれども、はい、この大通りからちょっと奥に入りますよね。ロータリー的な部分もあるしっていうことですね、はい、はい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 。さらに今見ているお部屋はですね、その大通りと逆側を向いていますので非常に静かです。確かに方角が違うわ。そうだ、窓こちらですね、複層ガラスです、はい、出た洋服じゃないよ、逆側だしダブルだしっていう。今本当に中川さんの声しか聞こえないですよ、私に。いや、僕も結構音量を杉本さんの大きくしてるんですけど全く聞こえないんで。ベッドルームに移っていきます。うーわ、おわー、広ー。そしてテレビもある。はい、ごめんなさい、すごい気になったのが、いつもだとベッドルームに収納あるんですけど、洋服の収納とかってないんですか？いいことを聞いてくれました。じゃあちょっと先にそちらをご紹介しましょう。こちら。何これ。広い収納スペースがございます。え、バスローブとかも言ったらこれ洗って変えたりしてる、はい、くれるんですかね。あ、そうですね、毎月でいくつかハンガーもご用意されてますし、傘もご用意されてます。こちら右側が金庫になりまして、左側こちら、うん、ホテルなんかにあるクリーニングのサービスです。あ、衣類のクリーニングサービスですね。もちろんご自身でアイロンとアイロンボードを使ってシャツをきれいにすることもできます、うんうんうん、はい、はい、ベッドはキングスか、やっぱ、キングサイズです。リモートでもちょっと分かりました、めちゃくちゃでかいっすもんね。枕が一つものすごい幅ありますよ。ですね。エアコンとかってどう見えなかった？エアコンはですね、はい、このように天井にビルトインされているタイプ。なるほど、やっぱり埋め込みだから気づかねえんだ。さあ行こう。ではバスルームの方に向かいます。バスルーム広、まず目の前に見えているのが洗面台です、はい、アメニティ的なものもこう変えてくれるんですかね。こちらに見えるハンドタオルは、はい、交換いただきます。サービスアパートメントのサービスの部分って他に何かありますか？水道光熱費上限はあるんですけれども、はい、込みになってます、はい、でもちろん入居したら Wi-Fi というのがすぐに使えるような状態になってます、はい、あとはメイドさんの、定期清掃、あとはシーツの交換が入っています。いや、綺麗ですね。トイレも、いや、ウォシュレットあったー！はい、電気式ウォシュレット。これだから、僕聞いたことあるんですよ。日本から出張者を呼ぶときは、はい、もう日光サイゴンに泊まっていただくことが多いと。はい、もうこれはなんでかって、すべてにウォシュレットがついてる。もうそれだけ日本クオリティでサービスを受けることができるという。はい、いや、そこっすね、やっぱね。なかなかこの電気式のウォシュレットは見かけませんので、レアです。バスタブです。
バスタブもあるという。はい。これあれですか？シャワースペースです。浴槽はこれ広いですね。広いっすね。いつものように測れないですけど、これちょっといつもよりも広いかもしれないです。杉本さん、入りきれないんです、カメラに。杉本さん、やっぱ幽体離脱やっとかないとダメなんじゃないですか、ちょっとやめときましょうか。本当に広いですよ。いや、マジで広い。身長が高い方でも安心して入れると思います。これちょっと浴槽の方にシャワーのヘッドがないんですか？そうです。シャワーヘッドは、シャワーの方。いや、これもね、いいんすよね。僕はこのスタイルが好きです。バスタブは以上ですね。なるほど。あれ、この扉なんですか？ちょっと扉を開けてみます。はい。おお、洗濯機もあるんだ。その通りです。サービスでやっていただけるから、自分ではやれないのかなと思ったんですけど。サービスで行っていただける洗濯は、1日3点というふうに決まっております。タオルとかの洗濯は、はい、メイドさんの方で交換をしてくれますので、うんうん、1日3点だけでも結構足りてしまう方はいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、必要に応じてご自身で洗濯は行えるようになってます。干すときはどうする感じですか？折りたたみ式の物干し台を使って干していただいても結構ですし、乾燥機能もついていますので、あんまりご自身で干される必要はないかもしれない。確かに。こうやってね、見えないようにしてもらえるとね、すごいいいですね。はい、閉めることによって洗濯機の音が聞こえづらくなるというメリットもありますね。うん、確かに。共用部の施設のご案内をします。まず左側のジムから行きます。もうね、めっちゃ広っ。十分な広さですね。はい。はい。ありがとうございます。他には何があるんでしょうか？はい。では、プールに参ります。おお、うわ、マジ。家にやっぱり、ホテルのこのゴージャスなプールがあるっていうのが、やっぱ考えられないんで、はい、異世界に泊まってる感じになりますね。異世界に住もうとしてる。5階なので、はい、あんまり外のクラクションの音とかは聞こえないですね。あ、なるほど。今ここ目の前に見えるのが、はい、スーパーですね。こちらは有料になりますが、普段であればお金を支払いすることでご利用がいただきます。マッサージのようなスパサービスは、有料なんですが、はい、こちらのお風呂とサウナのスペースというのは、はい、ご入居様無料でご利用いただきます。なかなかホーチミンでは大きなお風呂に浸かれるチャンスがございませんので、この39度近くある暖かいお風呂に浸かるっていうのは非常に生活豊かにします。家賃割れたらただで借りれるのコーナー。さあ、やってまいりました。一区でレタントンまで10分から15分タクシーで、サービスアパートメントで最高級のホテルタイプの相場入ってます、はい、当てさせていただきますわ、はい。まあ、多分ですね、このコーナーやったら中川さん当てられてしまうと思うんですが、はい、サービスアパートメントはですね、家賃の変動がございますので、その時々で、はい、家賃が変わりますので、はい、なんですかね、明確にこの金額ですというのはご提示できない状況でございます。これもじゃあ N アセットさんに問い合わせていただいたら、すべてさらけ出しますか？都度今の金額はこちらですよということで、お提示させていただきますので。ちなみに、今はやっぱりそのコロナ禍、はい、ちょっと開けたといえど、少し下がってるっていうのは大丈夫ですか？はい。おっしゃる通りです。決めるなら今だと。はい。いつやるの？今でしょ。イエーイ！日本からこう来られる方とか、来るのが決まってる方とかね、ぜひリモートで選んでいただくのもありだということですね。他にもあるんですよね、お部屋はね。そうです。こちらのお部屋が60平米のワンベッドルームです。全室角部屋になっておりまして、お部屋の形はちょっと三角形のような形をしています。お部屋の数が8個しかないので、満室稼働をしていることが多いです。空いている時が少ないので、ぜひご希望の方はお早めにお問い合わせください。今見ているのが2ベッドルーム101平米のお部屋です。お部屋は角部屋になっています。リビング、主寝室ともに2面採光で非常に明るいお部屋になっています。主寝室は大きめのベッドが1つ、サブのベッドルームに、小さめのベッドが2つございます、はい、でマスターのバスルームはバスタブ付きで、サブのバスルームはバスタブはなくシャワールームのみとなってます。トイレと洗面台は付いている部屋になってます。今いるのが3ベッドルームの122平米のお部屋です。こちらは、主寝室、
あとはサブのベッドルームが2つございます。1部屋は廊下側を向いてまして窓がないベッドルームになります。バスルームは2つありまして、1つはバスタブ付き、1つはバスタブなしのお部屋です。バスタブとトイレがそれぞれ洗面台の場所からガラスで仕切られています。キッチンに食洗機があります。なるほど、そういったお部屋もありますので、はい、気になった方はぜひエナセスさんの方に問い合わせしてみてくださいという。もうリモートでねここまでやれるならベトナムに住んでてもリモートで今日は良くねみたいになる気持ちになる。だから雨降ってるしリモートで良くねみたいな、それぐらい快適にこうサクサクネットが別に止まることもなく、いろんなところまで寄りで撮ってもらえるし、なのですごく僕は快適でした。それでは皆さん気になった方はぜひエナセツさんの方にメールや、電話してみてください。以上ホーチミン最新動産情報でした。また次回お会いしましょう。さよならー。